皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。早速ですが、今回はパソコンやスマホなんかのデバイスからカメラ画像や位置情報を取得する流れを解説していきたいと思います。今回使用する環境はですね、いつもの環境を使用するんですけど、インターネット経由でノート PC だったり、あとはスマホタブレットなんかのデバイスがつながってるっていう状態ですね。そのデバイスに対して仮 Linux から攻撃を仕掛けるという構成になっています。大まかな流れになるんですけど、まずは仮 Linux でデバイスから情報を送信してもらうための URL を作成しますよと。その後で作成したリンクをノート PC やスマホに送信します。その送信された URL をデバイス側でクリックしてもらうことで、カメラ画像や位置情報を攻撃用のサーバーに送信するっていう仕組みになってますね。ということで、まずは今回使用するストームブレイカーというツールになるんですけど、まずはそちらをインストールしていきましょう。まあ名称が中二病みたいな名前でちょっとあれなんですけど、まずは必要なファイルを GitHub からダウンロードします。次にディレクトリを移動してフォルダ内にあるインストーラーを実行しますね。タヌキみたいな絵が表示されてインストールが開始しますね。次に pip コマンドで依存関係のあるファイルをインストールしますね。サクセスフリーインストールって表示されたら完了になります。これでストームブレイカーのインストールは完了になるんですけど、もう一つ使用するツールがあってですね、ngrok っていう API ゲートウェイのサービスがあるんですけど、このサービスの一部の機能を使用することで、構築したウェブサイトを一時的に外部公開するっていうことができるんですよね。まあちょっとわかりづらいと思うんですけど、通常ウェブサイトを公開する場合って、レンタルサーバーとか DNS のサービスで外部公開用の DNS の設定とか含めて、まあ諸々の対応が必要になると思うんですけど、そういうユーザー側で対応する面倒な準備が不要になるっていう、そんな感じのツールというかサービスになってますよと。今回みたいにテストとかで一時的に外部公開しますよっていう時に使うと結構便利なツールになってますね。 OS は Mac とか Windows、Linux、まあ、メインで使うような OS には対応してますね。アカウントの登録が必要になるんですけど、基本的な機能は無料で使用できますね。登録が完了してホーム画面に飛ぶとこんなような画面になってると思うんですけど、表示が異なるようであれば左側のメニューからセットアップ&インストラレーションを選択してもらえれば、見てる画面と同じものが表示されると思いますね。エージェントっていうところで自分が使用している OS を選んでもらうんですけど、今回は仮 Linux で実行するんで Linux になりますね。そうするとインストール方法が出てくるんですけど、あとは手順に従って実行するだけですよと。Linux の場合だと、まずはcurlコマンドで ngrok のインストールやアップデートを実行してもらって、その後個別に払い出されたトークンの登録を実行します。もしここにトークンが表示されていないようであれば、メニューの UROS トークンに記載してあると思うんで、そこを確認してもらえれば表示されてると思いますね。次にインストールしたストームブレイカーを実行しましょう。この st.py っていうこのプログラムですね、これを実行しますよと。実行されるとこのような画面が出てくるんですけど、まあローカルホストでストームブレイカーのコンソールにアクセスする場合は http ローカルホストでポート2525ってやつを使用すればいいんですけど、今回は外部からアクセスするんで別なウィンドウを開いて ngrok を実行しますよと。そうすると外部アクセス用のコンソールリンクが作成されるんで、ウェブブラウザを開いてこの URL にアクセスしますね。でデフォルトのアカウントはユーザー名、パスワードともにアドミンですね。そうするといくつか URL が表示されてると思うんですけど、これがパソコンとかスマホなんかから情報を送信するときに使うリンクになってますね。この下の欄はですね、デバイスからアクセスした時のログなんかが表示されるスペースになってますね。詳細はこの後実行するんで、その時に見てみましょう。これで一通りの準備が完了したんで、デバイスから情報を取得する流れを見てみましょうか。まずはこの作成されたリンクをメールとか SMS とか何でもいいんですけど、まあ、対象のデバイスに送りますよと。カメラ添付って書いてあるんで、このリンクはカメラ画像を取得するやつですね。デバイスからこの送られてきたリンクをクリックすると、スマホのサンプル画面みたいなのがブラウザに表示されるんですけど、URL の横を見てもらうと、カメラ使用中ってなっていて、この状態になっているとデバイスから仮 Linux に対してカメラ画像が送信されているっていうことですね。で、デバイスから送られてきたカメラ画像は仮 Linux のこのフォルダに保存されてますよと。画像サイズは変なサイズに変換されちゃってるんですけど、そこに映ってるものは何かっていうのを判断するには十分なレベルかなと。あと仮 Linux 側の ngrok のログでも http リクエストが200ってことで、まあ、正常に動作してますよってことが表示されてますね。次にですね、マイクロフォンっていう URL なんですけど、まあ、これは音声ファイルを取得するリンクですね。画像と同じでマイクから拾った音声データが同じように保存されますよと。次の NearU ってやつが位置情報を取得するリンクになってますね。まあ、デバイス側でクリックするとコンソール側でマップのリンクが連携されて、これをクリックするとデバイスの今いる位置情報が表示されるっていう、まあそんな感じですね。複数のデバイスでこの辺りできるかっていうのを試してみたんですけど、まあ、Windows 11のノート PC では Chrome と Edge で試してみたんですけど、まあ、どっちでも取得はできましたね。あと Android のスマホでも画像情報とか位置情報っていうのは取得できましたね。ただ iPhone では Safari と Chrome で試してみたんですけど、これはどっちでも画像とか位置情報っていうのは取得できなかったですね。ngrok のログでは HTTP リクエストが200になってるんで、サーバーに接続ができてるみたいなんですけど、まあ、画像とか音声データは取得できてなかったですね。OS のセキュリティによるものなのか、それか画像とか音声のフォーマット形式が対応してないのか、
ちょっと原因は分かんなかったんですけど、 Mac は手持ちがなかったんでちょっと試せなくて、 iPhone ができなかったんで、まあ、もしかしたら Mac でも対応してないかもしれないですね。今回リンクをクリックすることで Web ブラウザー経由で情報を取得するっていう流れを実行したんですけど、自分が気づかないうちにマルウェアが実行されて情報を抜かれたっていう事例もあるらしいんで、まあ、ちょっとこの辺のセキュリティが気になるっていう方は、まあ、カメラとかマイクとか、まあ、ブラウザーの設定を切っておいた方がいいかもしれないですね。例えば Chrome であればプライバシーとセキュリティの項目から無効化できるようになってますし、おそらく他のブラウザーでも同様の設定ができると思うんで、ブラウザー経由でカメラとかマイクを使う用事がない方は無効化しておいた方がいいんじゃないかなと。あとは補足になるんですけど、ストームブレーカーのディレクトリのテンプレート配下にデバイスからアクセスした時に見えるウェブページのデザインとかを設定するファイルですね、 PHP とか CSS のファイルとかあるんですけど、そのあたりのファイルをうまくこうデザインすることで接続してきた人をもっと騙しやすくするっていう、まあ、そういったカスタマイズもこのあたりで可能になってますよと。もちろん一般の人にやっちゃダメなんですけど、そういったこともできますよと。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。